我が孫が悪党に身を落とすだけならまだしも、里を裏切り三度までも風陰に手をかけようと。三度？ガーラの父、四代目風陰を倒したのはオロチマルじゃったが、それを手引きしたのはこやつじゃ。そして今回のガーラも、さらには三代目も。おいおい、四代目っつうのは知らねえぞ。手引きは俺の部下がやったことだ。確かに暁ではもともとオロチマルと組んでたから、いろいろやった。あなたはオロチマルのこと。さて、もうやるか。あんたは私が捕まえる。認めてやる。大したガキだ。いざ尋常に。一本目始め。血のつながったババアがどうなろうが、何も感じはしない。心もこの体と同じだ。今まで何百何千とぶっ倒してきたが、そのうちの一人と同じだ。もっと物事は単純だ。あんたは人の命を何だと思ってんだ。この体は痛みすら感じない。殴るだけお前の拳が痛むだけ。こんな風にしてしまったのは、わしら砂まくれの悪しき風習と教えじゃ。無駄なことをするのが好きな奴らだ。お前もこの体になってみるか。朽ちぬ体だ。傀儡ならいくらでも作り直せる。人など傀儡でいくらでも。あんたは一体何なんだ。あえて言うなら、人形になりきれなかった人間か。もうじき動かなくなる。その前に俺も無駄なことを一つしてやる。俺を倒した褒美だ。草隠れの里にある天地教員、10日後の真昼に行け。どういうこと？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことに。サソリ、ジオバー様、早く里へ帰りましょう。すぐにでも私が解毒薬を。いや、私にはまだやるべきことがある。